やっほー、みなさんこんにちは、中西ザーンス。こんにちは。見たことある光景じゃありませんか？30分の温泉旅行みたいな感じで、30分だけ箱根に行った動画をアップしたんですけども、それの続きみたいな感じですね。関東で一番有名なパーキングエリアだと思うんですけど、その海老名に私一人で来て、ドドンドンドドン、めっちゃ買ってます。めっちゃお土産を買いました。だから車内でもうそのお土産を爆食べしながら紹介していこうという動画を撮りたいと思います。よろしくお願いいたします。隣のおじさんが全然ずっと車から降りてくれません。だけどおじさんに見られながら私はすごく喋っています。よろしくお願いいたします。で、まず1個目、メンチコロッケ、タタン。あとローストビーフの串、タタン。これ油淋鶏、なんか鶏の油淋鶏、鶏のなんか甘辛揚げの串みたいな感じのやつが、あれあれ、お姉さんが取ったのかな。 20% オフのシールがこれに貼ってあったのに、全然どっか行ってるし、っていうかこれ 20% オフだったのかな、本当に。すごい気になる。20% オフだよね。なんかすごいさ、家族で食べるのかなと思われてさ、おしぼりがもうこんないっぱい入ってる。どうしよう、恥ずかしい。全然一人なんだけど。っていうかまあ、お土産っていうことで買ったからね。はい。そして次、芋ですね。お芋、焼き芋が売ってたから、焼き芋もなんか食べたいなと思って焼き芋も買いました。そして、じゃらーん。さ、お土産って言ったらさ、肉まんとかさ、あとシューマイとかさ、なんかそっち系じゃん。しかもこれめっちゃあったかいわけ。ほかほかちゃんなの、このシューマイと肉まんが。もち豚粗挽き肉まんみたいな。もちぶちの豚が粗挽きされてますよみたいな感じのすごく美味しそうなやつを買いました。そして、はい、これはトカゲくんとキツネさんへのハピネスなお土産ですね。これはもう車内で食べたら大変なことになるんで、これは、漬物、長芋、とろろ、わかんない。長芋、長芋みたいなやつの漬物と、あと、きゅうりのお漬物。きゅうりのお漬物だけ買おうかなと思ったら、試食をいただいちゃってさ、この芋の、芋の試食を。で、これが結構美味しかったから、これも買った。これはちょっと、車内でね、食べるとどえらいことになるから、ちょっとこれは車内では食べれません。はい。そしてもうそろそろもうこれぐらいでいいかなと思って外に出て帰ろうと思ったら、見て、おばあちゃんとおじいちゃんがリンゴを売ってたの。シナノスイートっていうね、リンゴをね、すごい大きいリンゴを売ってたの。白雪姫の魔女みたいな、そんな不気味なおばあちゃんじゃなくて、すごく可愛らしいおばあちゃんが、リンゴをね、売って、で、しかもでもこれ2個でね、500円もすんの。だけど、超美味しそうだから買っちゃった。ということで、何から食べます？何から食べます？でも私一番あったかいやつから食べたいの。これから食べます！肉まん！しかも今日ね、私朝からね、ほとんどちゃんとしたものを食べてないわけ。トカゲくんが余したその朝ごはんの残りのパンみたいなやつしか食べてないから、すごい今日すごく嬉しい。これがいただきます。うん、もち豚、ちょっと恥ずかしいからやっぱりメガネするね。車内だけど結構見られるからさ、隠れながら食べてます。家の中だとさ、ペラ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 喋れるんだけどさ、外だとさ、すごい喋れないの。このカメラに向かって喋ってるのをさ、すごいさ、外からさ、見られちゃってるからさ、公開収録みたいな感じだから、すごい恥ずかしい。よし。うまっ。うん。いいね。箱根からの帰り道で、結構早く箱根出たわけよ。混むからと思って。すごい勢いでね、もう30分しかお風呂に入らないで帰ってきたのに、ね、もう混んでんの。もう混んでんの。混雑なの。なんかおかしくない？日本。なんでもうこんな混んでんだろうね。うまっ。Google マップ。何分かかるかちょっと今チェックしてみます。ああ！最初より30分以上も。かかるってなってます。うー、最悪よ。まあトカゲくんが帰ってくるのが結構遅いから、まあ大丈夫か。で、次にこれもすごい食べてみたかったの。ローストビーフの串だって。串で食べるなんてさ、すごい斬新じゃない？ローストビーフを。美味しそう。見て、キラキラキラ。いただきます。すんごい高い味する。高っ。味が高い。美味しい。一人で来てこんなにさ、お土産を買って車の中でバクバク食べてる人の人いないよね。しかも目の前にいっぱいね、今結構渋滞してるみたいで、いっぱい車止まってんの。
すごい見られてんのね、私で喋ってるからね。なんかいろいろ YouTube やりやすと本当に心が強くなる。恥じらいっていうのがないのかな、私は。よくね、一人で喋るねみたいな感じで言われるんだからね。意外と一人の方が楽なのよ。これ美味しい。ローストビーフ、ローストビーフめっちゃ美味しい。もう止まらない。コロッケも食べたいけど、シューマイも食べたい。でもな、箸がいるよね、シューマイって。箸だとめんどくさいからさ、また出したりしたりやる、いろいろすんの。この芋もさ、多分ね、結構ベタベタな系なと思うの。あ、持ち帰りですかって言われて、持ち帰りですって言ったら、芋が冷たい。持ち帰りですって言っちゃった。今食べますって言った方が良かったのか。冷たかった。今食べたかったんだけどな。こないだキティちゃんで食べた焼き芋となんかすごく似てる感じがする。シューマイもとりあえずちょっと少し食べてみよう。箸で食べるのめんどくさいけど、いい匂いが車内にこもっているので、ちょっとシューマイも一口食べてみたいと思います。あー、酢醤油もちゃんとついてて。でも酢醤油はちょっとこう車内ではつけれないから、プレーンでいただきます。これ九州だけなのかな。肉まんの話に戻るんだけど、肉まんって九州は酢醤油が一緒についてくんの。長崎だけなのかもしれないけど、なんかね、肉まんってさ、酢醤油つけない？子供の時肉まんに酢醤油超つけてたの。東京に出てきて酢醤油くれないじゃん。酢醤油文化って九州だけだったんだと思って。あー、美味しそう。12個入りにしたの。エビシューマイ、これも酢醤油めんどくさいからプレーンで食べる。いただきます。うまい。今人がいないからメガネ下ろすな。だって見えないじゃん、表情が。あ、全然蒸したてであったかいからめっちゃうまい、これ。うわ、今衝撃のことを見ちゃった。肉まんのカロリーがすごい。炭水化物の量聞きますか。55。おにぎりはだいたい38ぐらいかな。全然上じゃん。まあ当たり前なんだけど、炭水化物の量すごいね。ちょっと余裕で食べちゃったんだけど、どうしよう。まあいいや。やっぱエビも美味しいけど、やっぱり普通のシューマイの方が全然美味しいね。これ夜ご飯いらないな。今夜ご飯だな、これ。おとがきくんと今日夜ご飯なんだけど、これは持って帰ります。車内にニンニクの匂いがすごい立ち込めています。もうこれに酢醤油なんかこぼした日にはもう大変なことよね。あ、危ない。危ないじゃん、爪楊枝に注意ってさ文字あるのに。もうこんななって、私こういうやつがいるからあれが書いてあるんだね、爪楊枝に注意って。いつもこれ何なんだろうってずっと思ってたんだけど、こういうことなんだね、注意するって。エビなんて何があるんだろう。うわ、なんか若者が来た。恥ずかしいから、恥ずかしいから私を見ないで。若者、若者が私を見ている。やめてくれ。サングラスをします。やばい。はー、ちょっと時間がないです。とりあえず今からお家に帰りたいと思います。トカゲくんにお土産をあげたいと思います。エビナパーキングエリアですごい爆食してたよって言って、トカゲくんに言ってみたいと思います。そしたら絶対ママだけずるいって言ってぶたれると思います。両面貼り付け装着完了。パーキングエリア内も結構混んでるな。やば。はい、ただいま帰ってきました。帰ってきて今トカゲくんを迎えに行きました。お帰りなさい。ママね、今日ね、あそこのさ、アドベンチャーフォレストのさ近くのさ、あたりに行ってた。ずるい。だからトカゲくんも行きたかったかなと思ってお土産買ってきた。何？この食べ物。うん、おもちゃとか。おもちゃはないもんだった、あそこ。納豆ばっか食べてないでさ、ママのお土産も食べてよ。一回食べて感想を聞かせて。どうですか、シューマイ。前歯がないから噛めないの。とりあえず今日パーキングエリアでいろいろ買っていろいろ食べたけど、一人で食べるのは寂しいってことが分かりました。次は誰かを誘っていきたいと思います。すごいなんか見られてたし、なんかすごい恥ずかしかった。でなんか最近ちっこいライト買ったの。あ、すごい、すごい、ここにつけれる。あ、すごい、なんかすごいテカテカ見えるけど、なんかいい感じ。はい、今日の動画もいかがだったでしょうか。ちょっと次は本当にちゃんと人を誘っていく。なんか一人で無言のちょっと渋滞は辛かったので、いつもマネージャーさん、あの渋滞の時に運転してくれて本当にありがとうございます。私は後ろで爆睡こいてて本当にすいません。いつもありがとうございます。はい、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録よろしくお願いします。そしてインスタグラムとツイッターもやっておりますので、そちらの方のフォローもよろしくお願いします。そしてグッドボタンも忘れなくよろしくお願いいたします。はい、ではまた皆さん次の動画でお会いしましょう。中野リーサでした。
バイバーイ。ごちそうさま。